はい、どうもこんにちは。今日はですね、車中泊に行こうかなというところです。雨降ってます。ものすごいね、曇天というか、はい、分厚い雲が出ているので、夕方なんですけどめちゃめちゃ暗いです。ちょっと最近ねバタバタしてたんで、このエブリィで車中泊することなかなかなかったんですけど、ちょっとあまり期間が空くとあれなんでね、今日はこのエブリィで車中泊しようかなと思います。では行きましょう。それでは出発します。というわけで到着いたしました。マーレです。見ての通り日本海もね大荒れです。冬になるとめちゃくちゃ天気悪くなるんでね、良い天気ってのはなかなか拝めないんですけど、夕方来るとあちらに夕日が落ちるシーンがね見れるので、近く寄った時にはねぜひぜひというところですね。閉店が日没っていう感じで、時期によって若干違ったりするんでね、お間違いのないようにお願いします。10分ぐらい待ってたら雨上がりましたね。よかった良い景色ですね、うん。私マーレで車中泊するのは多分初めてなんですけど、本当はね山で車中泊してもいいかなと思ってたんですけど、後編でちょっと紹介するやつがあるんで、それの兼ね合いでねマーレにしました。というわけでだいぶ日が暮れましたけど、車中泊の準備始めようと思います。ちなみにマーレさん自体では車中泊のなんか提供してるサービスとかはないんでね、一応許可もらってやってますけど、普通に海沿いだし駐車場もあるんでね、やったらやったでね面白いと思うんですけどね、また機会があれば聞いてみます。今日はですねエブリィで久しぶりっていうのもありますし、今まで買ってたやつをね実際車中泊で試したいなっていうのもあったんで、いろいろ持ってきてます。使おうかな。ミルウォーキーさんのライトですね。これマグネットライトでね、はい、くっつくんですよ壁に、てか鉄の壁に。ちょっと作業灯ということでそこ置いときますわ。今回はですねアンカーの1000ワットアワーのポータブル電源ですね、555のやつ持ってきてます。で参考さんのカラリですね、前あのエビフライとか揚げたやつですね、まあ、特にこいつはコメントでもいろいろあったんですけど、フライ以外にも使えそうだということで、今日はちょっとその辺もね確かめてみたいなということでやってみます。はい、その前に目隠し。こんな感じ。雨が本降りになってきた。よほど違う。OK ですね。車内であれば、まあ、波の音も半減しますし、風の影響もほぼないんでね、いい感じです。あとは後ろで仕上げ。はい、こんなもんですね。それではやっていきましょう。はい、前はねエビだったりとかカツをねフライにしたんですけど、よいしょ。ここに温めるやつがあって鍋があるわけですね。でちゃんと加工されているので肉とかもひっつきにくくていい感じなんじゃないかなということでやってみます。まあ、一応フライヤーというか揚げ専門の機械なんでね推奨はされてないんですけど、ちょっと試してみたいよねっていうことで、出力 400W でポータブル電源でもね中型のやつですね、 400W 出力のやつであれば使えるので、まあ、ちょっと車中泊とかそのキャンプでやるときには物がちっちゃいんでね、揚げ物するときにはねこうぶつけてこぼさないようにね気をつけてください。卓上でできるんでね、これは一つ家でも使える一品ですね。で油もね 300ml と一人用なんでね、あの少量で使えるのがねいいポイントです。はい、じゃあポタ電使います。一応50度から200度まで使えるんでね、まあ、普通のホットプレートっぽくね使えると思うんすよね。はい、今回使うのは炭塩、炙りながら食べたいなと思います。焼きそばですね、汁とかそういうものを出さずにね食べれるものっていうことで、はい。なんで野菜を考慮してネギ混ぜます。こちらで夜ご飯やってみたいと思います。はい、じゃあ肉
これサラダに舞うって書いてあるからね、そのままいけると思うんですけど、うん、うまいわ。せっかくなんで火通して焼きますか。ここをするだけと。これで加熱されていくわけですね。加熱中は一生懸命400ワット弱で出力されております。いいですね、いい焦げ目です。それではいただきます。うん、普通に焼けますね。まあいろんな諸事情があるんだと思うんですけどね、もう普通にホットプレートみたいな感じで焼けました。はい、良い焦げ目。うん、もうちょっと底の薄くてホットプレートみたいなやつ別売りで出してもいいかもしれない、そんな気がするぐらいいい感じですね。これ上取り替えれるんで、揚げ物した時もねちゃんと洗えるんですよ、上のやつは。なので取り替え用のね焼肉用プレートみたいな作ってもいいような気もするんですけど、なんか焼きには向かない何かがあるのかもしれないですけど、はい、ちょっと残ってるんで、うん、再加熱。400ワットなんで温まるまでに少し時間を置くんですけど、温まり始めたらねもう全然いい感じですね。いいバランス。はい、じゃあ最後は焼きそばですね。まずはタン塩を少し炒めてから追加と。まあいい感じにできたんじゃないでしょうか。いいね。それでは本日の主食、ネギタン塩焼きそばいただきます。うん、良いお味。ちょっとシラカップとかあると良かったですね、直接食べることになるんで。じゃあ食べちゃいます。ごちそうさまでした。残量を見てみましょう。 12% ぐらい使ったかな、まあ、ゆっくり使ってたんでね、まあ、一応販売上フライヤーということでそっちの方が売りやすいからやってるのかもしれないし、機能的にフライ専用ということなのかもしれないですけど、まあ私が使った感じではね、あの焼きそば焼いたりとかちょっとした炒め物とかでも普通に使いました。まあ自己責任でご利用ください。まあある程度冷めたらこれ外せるんで、家だったらもうそのままね丸洗いできるしっていう感じで、はい、食べ終わった後のこともね考えてくれてるのは嬉しいですよね。まあ、今回はちょっとあの軽く拭くだけで失礼します。まあ OK でしょ。まあ、これコードも外せるんで、まあ、なくさないようにだけしなきゃいけないんですけど、収納も簡単ですね。今日はあのなるべく荷物減らしたかったんで、蓋本当はついてるんですけどね外してきてます。OK、まあ、いい感じでした。という感じで片付け終わりました。よいしょ。まだ時間もいい感じなんで、銭湯空いてるんでね、銭湯行って終わろうかなと思います。またあのカラリの動画だったりとか、ちょっと一人でやるには重いんですけど、ファミリー向けの555ポータブルパワーステーションね、また別で動画でまとめてたりもするんでね、見てみてください。まあ、まずはお風呂を閉まる前にね行きます。到着しました。波の花温泉ですね。ちょっと行ってきます。よいしょ。はい、上がってきました。
まあ今回はねこれぐらいにしようかなと思います。後編はね一つちょっと紹介したいものがあるのと、あとは寝て起きてという感じになります。マーレで泊まるの自体はちょっと初めてになるんでね、どういう朝を迎えるかですね。はい、でまあ久々にエブリィで車中泊に来て、ちゃんと試せてなかった家電もまた別の角度で試せたので良かったなというところで、またねあの関連の動画は URL 概要欄載せておきますので、またね良ければ見てください。というわけでマーレに戻ります。動画の方はこちらで以上です。というわけで残り車中泊ね、やっていこうと思います。そんじゃあまた。